ブゼットジョリーは日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2016年の新潟二歳ステークス。2014年2月28日に誕生、八代大ファームにて生産される。2016年7月23日、中京競馬場の新馬戦で、川田昌宮城を安城にデビューし、一着。続いて、新潟二歳ステークスでは、福永祐一を安城に出走し、 オーバースペックに市場新4分の1離して、重症勝利を連勝で達成。管理する中内田光正は、これが、初重賞制覇であった。年末の阪神ジュベナイルフィリーズにそのまま直行し、ソウルスターリングの5着に終わる。2017年初戦、アーリントンカップで4着に入った後、大花賞は10着。半年の休養を経て、ポートアイランドステークス5着。 週刊賞10着、年明けて、京都品場ステークス6着と参戦が出ず、2018年夏2 0 0 0万、下クラスに高級。高級初戦の月岡温泉特別でダイアトニックを下して勝利し、1600万下クラスに昇級するが5000勝ち星なく、5歳の2019年3月15日に、競争馬登録を抹消し引退。北海道千歳市の八代大ファームにて、 繁殖品馬となった。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。